人ともそこに座ってくだちゃい。失礼します。先ほどは取り乱しまして、申し訳ございませんでした。いえ、そんなこと。それでどのような経緯でこうなったのか聞かせてもらえませんか。私の方が悪かったでちゅ。仕事中に寝てしまうなんて。いえ、そんなことはありません。まだ仕事が残っていまちゅので、着替えて戻りまちゅ。そんな。はい、そうすると明日所長が大変でちゅよ。当然のことをしてるだけでちゅ。当然のことのようにあれだけの仕事ができるのはすごいです。照れちゃいまっちゅね。あ、所長、机の上の書類25枚に明日までに目を通してサインしておいてくだちゃい。重要書類でちゅので。さっきの感謝しているというのは嘘でちゅか。私が見てないからといってサボっちゃいけませんよ。よろしい。それでは今日のところはもう休ませていただきまちゅ。おやすみなさい、霧島さん。おやすみなちゃい、リニアちゃん。所長、サボっちゃダメでちゅよ。リニアもお付き合いいたします。でじっとしてます。なになに、どうしたの。あ、なによ、人をハエかなんかみたいに。で、どうしたの。はいはい、私は仲間外れですか。いいですよーて。だからどうしたのよ。旦那は何怒ってるの、リニアちゃん。あの、リニアが高弘さんのお仕事にお付き合いしたいとわがままを言ってしまったから。わかりました。おやすみなさいませ。
色悪いなんてひどい言い方。おっと、今日は旦那様に聞きたいことがあるの。ねえ、なんかムカつくけど、そういうならやめる。聞きたいことがあるのよ。じゃあね、スパッツとブルマとスクール水着のどれが好き？答えて。じゃあどれ？ゴワッと系ね。わかった、ありがとさ。じゃあね。ヒロさん、おはようございます。あの、昨日のようなことがないように。これもダメでしょうか。ベッドの前で高弘さん見つめていると、なんか幸せな気持ちになって寝てしまうのです。ごめんなさい。はい、おや、お疲れですかな。それならば、より一層腕を振るわなくては。お待ちあれ。
れで温められるんだ。うん。え、珍しいの？あ、おそ松様。珍しいのか。出かけられるのですか？え、あ、あの…え、あ、でも、お出かけですよね。飛び飛びなんですよ、記憶が。だからどれが一番古いのかわからないのです。でも少しだけあるのですよ、つながらないような突拍子もない記憶が。でもそれは昔の記憶ではなくて、もしかしたら夢の類かもしれませんが。リニアがずっと歩いているのですよ。なぜ歩き始めたかはわからないのですが、それでもリニアはずっとずっとずっと歩き続けているのですよ。何のため歩いているのかわからないのですが、それでも歩き続けて、気がついた時には手が外れてなくなっていて、次に気がついた時には足が錆びて動かなくなって、そして誰もいない場所で倒れたまま動かなくなって、それだけなんですよ。あとは全く覚えていないのです。お母さんとの出会いを覚えているのでしょうか。リニアはいつからレイさんと出会ったのかよくわからないのです。気がついた時にはレイさんがリニアのそばにいてくれて、リニアの記憶は曖昧なのですよ。それは今でもそうなんです。タカヒロさんとつい最近出会ったのに、リニアはもっともっと昔にタカヒロさんと出会っていて、そして今の生活をもう何十年何百年も続けてきたような、そんな錯覚を覚えてしまいます。レイさんだってきっと最近出会ったはずなのに、それがまるで出会いが古すぎて思い出せない。
そんな感じがしてしまいます。記憶が曖昧で、何が新しくて何が古いのか、その境界線があやふやなのです。はい、申し訳ありません。お役に立てなくて。なぜレイさんのことを聞かれるのですか？あ？はい、それでは失礼いたします。高弘さん、調子ですか？調子はですね、調子は普通です。普通です。今日もご本をお探しですか？エスペラントですか？エスペラントで書かれた聖書ですか。だから言葉だけは初めて見た言葉でもすぐにわかるのですよ。